Magandang gabi po sa inyo. Magandang gabi po. Magandang gabi po. Magandang gabi po. Mama, sashiburi. Sashiburi desu. Mokuan TV. Hontou ni sashiburi. Akemashi omodetou gozaimasu. Mama, isogashi kara ne. こっちも久しぶりなんですよ。こっちも久しぶりなの。めっちゃ久しぶりですね。あ、そうそうそう。多分もう1年半経ったかな。ファッションショーだよ。あ、ファッションショー。こっちは1年じゃないよね。私だいたいまだ何ヶ月だ。半年ぐらい。半年ぐらいかな。それで今日は今日実は皆さん見てもらえるように。そう、ちょっとそこをちょっと説明してください。今日たまたま言ったの今さ。今日なんかみんな白っぽい洋服着てんねってちょっとローハンさん俺白いズボン履いてるじゃん。それでさ俺が 先月ホワイトデーだからみんな今日は白にしようって言ったんだけど その通りです。俺全然忘れてて。これ何ですか。でこれ全然ちょっと黒着てきちゃったごめん。いやギリギリセーフですよね。ギリギリズボンは白だから。でもパンツは白いから大丈夫だよ。いやでもおかしいでしょ、ね、おかしいでしょ。あみんな白だね。いやこれがテーマでしょ。あそうだみたいな。ママで白で、ママも白っぽい。そうですね、やっぱ今日ホワイトデーということで。そうホワイトデーですね。ハッピーホワイトデー。昨日ホワイトデーでしょ。16日おとといじゃない。16日おとといだったんだけどそれこそわかんない。ホワイトデーはもう本当さ俺なんかね、コンビニ行ってなんか買ってってね、まあ一応それはいいにしても、それでさ昨日もうそうなんだけど今日ごめんちょっと話が飛んじゃってすごくないんだけど、今日は今もうすぐ8時45分ですよ、はい、この番組8時からスタートなんだけど、はいね、45分押したってすごい ね。そうですね、申し訳ないですね皆さんは、ね、今日いろいろ手違いがありまして、今日番組8時からずっと待ってる方45分遅れなんですけど、でもねよく考えたら昔この番組ね9時からやってたの。あ、そうなんですね。それ考えると昔から考えると15分早いんだよね。そうですねだから45分遅れてんじゃなくて昔から考えると15分早くやってるから、まあ、よろしますよろします。これがやっぱフィリピンタイムってやつだね。都合が悪いと遅れる。ちょっと待って今日だけ、うん、そうだねごめん。フィリピンナウはフィリピンタイムでやっちゃってるね本当ね。やばい、うん、フィリピンタイムになってる、ね、フィリピンタイムでやったらねもっとずれるよ。そうですね、8時スタートが8時スタートが多分9時15分頃になってる。なります、はい、いや10時だな。そうだね、2時間ですよ。絶対2時間だから。秋ママなんかさ来てって8時からの番組の時にママには6時半に来てって言うんだよね。そうするとちょうど8時に来るでも今日早いよ。すごい今日早いよね。そう早い。今日8時に来てって言ったらちょうど8時に来てねえ今日気合い入ってるなと思って、ね、今日は早く起きたいな。それでまあ今日はさ料理のコーナーもあるし、料理も久しぶりでさ、もうガスコードがね、あってよかったね、料理のコーナー。それで今日はフィリピンのね料理なんで、それで昨日ねTBS で私たちがほらいつも今日それでマリアックしないかって、ね、昨日番組でね面白い番組があって12時半から、うん、外国人が要は日本人と結婚して日本人の旦那さんのもう悪口を言う番組なんだけど、もう30分間居酒屋で飲みながらその悪口言う番組が本当にね骨身に染みて感じてその通りだと思ったよ。見ました、ね、やっぱりみんなフィリピン人だったら分かるんですけど、みんなバラバラの国で同じこと言ってるので、ってことは、うん、やっぱり日本人、いや本当ごめんなさい、日本人の男性ってやっぱみんな同じなのかなって思っちゃうんですよね。思った。だからフィリピン人が思う日本人っていうとぴったりと感じるんだけど、そうじゃなくてブラジルとかロシアの人も同じ意見、モロッコの方ですよね。ということは日本人ってそんなに嫌な男なんだなと思って、それでその番組で言ってたのがね、一つがね日本人は本当にダメだダメだって言うんだけど、ただ一ついいとこあるって言ったの。よく働くって、はい、働きもそれがいいかどうか分からないという私たちにとってはやりすぎともありますよ。そうだね。それで残業、そしたらねマリア・クリスティーナが言ってた、日本人は残業すぎてフィリピン人は絶対残業しないです。残業があっても珍しいですね。基本5時で終わって、それで自分の仕事が終わらなかったらそこで残業でも、それは自分で決めることです。特に会社からこうして残業、今日は残業ですとかなくって、それは自分で決めます。なるほどね。基本5時ぴったしでお疲れ様です。もうみんなもう5分か10分前にも準備で、準備、ね、例えばパソコンで言うんだったら1分でタイムカード、それもすぐもう
そんな感じですね。そういう感じね。もう日本人はさ、だからママも仕事日本にいるから仕事大好きになっちゃってさ、はい、ママなんかあれだよ、夕方から仕事してお昼ぐらいまでお客さん帰んなきゃいるんでしょ。そういますね。ね、たまに24時間も。俺たまにママにさ、24時間すごいね。ママに午後電話して絶対出ねえだろうなと思ったら電話出るわけ。もしもしって、ママ今日起きんの早いねって、まだ寝てないんだよって。そうそうそう、まだ仕事してる。まだ仕事してて、お昼ごろ。働き者ですね。イベントあるの時ね、たまにありますから。それでね、まあ、昨日のさ TBS の番組も面白かったから、今日それをちょっとここで続きやりたいなと思って。いいんじゃないですか。俺はさ、俺外国人の今日ある時にね、そこで今日あの時居酒屋でやっててさ、ブラジル人面白いんで、いきなりみんなさ、なんかあのなんかあのなんかもつ煮とかなんかあん肝とか頼んでるわけよみんな。したらブラジル人いきなり、すいません、いきなり焼きおにぎりくださいって言って。いきなり焼きおにぎり食うのとかすぐご飯食ってるからですよね。焼きおにぎり食いながら酒飲んでね、あのブラジル人最高だったね。いや、焼き鳥ってさ普通一個一個食べんじゃない、普通女の人。あのブラジル人すごいよ、三個食い真横にして三個まとめて食うの。鳥鳥でネギ全部一口で、はい、見ました。一緒だったんですよ昨日。見た、お前見た、見ました。いやもう全部ペロって一口で、ね、ネギも入れて。日本のとこになるとみんな慣れちゃうね、日本の料理は。それでさ、うん、ところでさ、あのジョアニーは、はい、旦那さんは旦那です。日本人でしょ。日本人です。どう、旦那に対してなんかない、今日ほらいろいろ言いたいこと。あ、結構ラブラブで言うことないんじゃないの割と。あえて、まあね、言えっつうとさ、まあうね、といや私何にもないです、満足してますとか言いそうで、なんかある。いや、そんなことないんですけどね。何言いたいことなんかある、旦那。聞いてください。聞いてください。いやでもあれはですね、何ですかね、日本、まあうちの旦那が、まあ、すごくいい人なんですけども、なんでが悪ってるんですか。違う、あの、まあ、そうですね。そ、何お前さ、俺さ、俺30分前からさ、今日はこういう話するよったら考えとけよ、そうしたら。わかりません。だからそれだけさ、旦那に不満ないんじゃないの。え、ないんじゃない、不満ある。いやありますよ、ほら、ないんだよ、ここは。じゃあいいや、もう、前はなんかある。私あります。まあ、結婚はしてないけど、まあ、彼氏なのか、友達なのか、まあ、いろいろそういうね、はい、そういう問題があると思うけど、なんかある、いろいろ、日本の男に対して。まず、なんだろう、あの、シャイすぎ、テレアさんね、テレアしすぎます。フィリピンは全然、例えば学校でもモールでも手をつなぐのも普通だし、逆に手をつながないとあのカップル喧嘩中じゃないかみたいな、全然あのモールの中でもあのラブでこうハグしてもいいし、もここはやっぱ、ね、手つなごうよって言っても、いや人がいっぱいいるから嫌だとか。はっ、日本人はキスしないって昨日番組で言ってたよ。しない、しても、うん、そなんだ、ドラマとかのそのパターン通りだから、結果もそのドラマと同じ通りだから、だから自然体にないんだろ、基本。ないですね。なんかこう自然にキスが出てこないんだろ。いや、なんかないかな。で、一人外国人言ったのが、日本人の男性のキスは下手すぎって言ったじゃないですか。言ってた、うんうん、あて本当だよねって、もう2人でも、そうだよねって、もう一緒にテレビ出たんですよ。だからマニュアルがアダルトビデオだからそうなっちゃうのかな。アダルトだけじゃないですよ。マニュアルがアダルトビデオを見てキスを覚えてるから、アダルトビデオのようなキスをしかなんかそういう、なんか多分そのキスのレベルちょっともう結構もうハイレベルのキスだと思いますよ。だってアダルトビデオでしょ。マニュアルドラマとか本当に、なんだろうね、なんか下手くそすぎてみんな、もうあの気持ちない感動が、そう、感動がないとこういう感じ。例えばフィリピンとか他のあの外国のドラマで見ると、すごい見るだけでキュンキュンするし、感じるんですよ。わあ、すごい、なんだろう、本当のカップルみたいに見えるし、でも日本はうんみたいな、うん、全然インパクトないんですよ。それでさ、昨日言ってたのが食事のことについて言ってたわけね、うん、その食事が、あの、要はあの日本人は食事するだけ、食べるだけ、うん、そしたらね、ロシアの子が言ってるの、食事だけじゃないだろう、食事じゃなくて会話するんだろう、食事しながらって。そうしたらみんな恋するって。そうなんですよ。でさ、ママどう、あのフィリピンレストランのママだけど、やっぱフィリピン人食べきたら逆にうるさいよね。そう、うるさいで、みんな話してながら食べるの、うんうん、食べるのと喋るのだったら喋る方が多いね。7、3で喋りでしょ、うん、7喋って3食べる感じでしょ。日本は食べ、大体9食べて1喋ってごちそうさまで終わりだから、ね、それがですね、それがやっぱね、フィリピンはちょっと違うね、あの話してながらさ、あのフィリピン人の得意のことですよ。食べながら喋るっていうか、もう本当にそれがみんなが、あの、もっと美味しくなるじゃないですか、うん、ご飯っていうか、まあ、長い時間、長く売れば長いほど
ていうか、もっとやっぱり家族って、まず例えば子供います、パパママいます、子供は学校行くから朝からいないじゃないですか、うん、パパも仕事行くからいません、でみんな家族が揃うのもこの食事の時間だけなんですよ、うん、だからそれはもう基本ね、当たり前、みんな家族揃ってから、拝んでいただきますって言って食べる、そこじゃ、そこしかもう会話する時間がないし、ね、もうそこだから、そこは絶対あれです、大事ですよね、家族の中で。今下手すると日本人なんかさ、子供がさ、お前部屋に料理持ってきてくれとかさ、ね、旅館じゃないんだからね、本当に意味わからないんですよね、まあ、うん、お食事はた私たちにとってはコミュニケーションを取ることなんですよ、うん、だからそんなみんな家族、そうなんですよ、まあ、みんなやっぱり朝、まあ、もちろん子供たちが学校行ったりとか、うん、まあ、仕事ね、そう、パパ、お母さんだけ家で残ってとか、もうパパもね、そうで、でその時だけそこで夕飯とか、うん、そこしかないんですよ。いわゆるどうなん、旦那さんとは食事中は会話するの？しましますあ、やっぱだから不満ないんだよな、だからだから不満ねんだよで、あ、だ、さっきも考えたんだけど、うちの旦那がですね、さっき教祖で悪口もっと言えたら全然ないじゃん。実は考え方は日本人じゃないんですよ、旦那が。はい、あ、じゃあ結構珍しいんですよ、全くフィリピン人と同じなんですよ、うん、なんか私も自分でもびっくりして、え、そんなことあるっけみたいな、自分で見るとなんでかなと思った、いろいろ勉強したのが私も知らないうちに、どっちかっていうラッキーなんですよ、ね、すごいラッキーですよ、いい、なんで言えばかるのか、この間聞いたらたまには一緒になんかお酒飲んで帰るとかね、はいはい、近所に居酒屋、だって土日は必ず一緒に飲むんですよ、そうです、ほとんどのまま、そうかすごい幸せだよね、あのさなんかフィリピン人と日本人結婚するなんか幸せなことばっか起きそうだけど、うん、ここやっぱり幸せな例だよね、そう、ち 前はどうなの、食事の時は。いや、私まず一緒じゃないんですよ、食べるのが、あ、た、食べる時、彼氏と食べる時、まず一緒に住んでないし、で、うん、例えば外行きます、うん、まずその手をつながない、うん、なんでって思うじゃないですか、うん、なんで知らない人のために気持ちを抑えるの、うん、って思うんですよ、うん、いやー、しかし、いやー、うんみたいな、うん、まずそこがブブーですよね、うん、私の中で話があれでね、うん、ご飯食べる時は、ご飯食べるときは普通に会話するけど、例えばフィリピン人同士だともうゲラ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 笑ってずっとなんか楽しい話しかないんですけど、うん、日本人の場合、まあ、日本の男性の場合は、え、昨日どうだった、いいことあった、うん、またしばらく会いてあ、そういえばなんかこういうのあった、こういうことあったんだ、あ、そう、超つまんないな、なるほどね、まあ、俺はね、俺はまあ日本人なんだけど俺割と喋っちゃうタイプで、タイミングかな、たまたま、今日は例えば春の風感じるなとかさ、今日は花粉が強い、真面目、俺は15歳から花粉になって、楽しい話じゃなくて、花粉症って35年で治るんだよとかさ、そこ会話してて今日花粉ならとか言ってさ、会話しても楽しくないじゃないですか、花粉なんて、35年経って50で花粉症治ったんだけど、花粉症ってこんなもんなんだねとか話するじゃん、会話するのはいいんですけど楽しくなくないですか、花粉の話って、まあそれ、まあ、たまたま花粉の話とか普通ですよね、そういうのもでもいろいろ話も、ね、でママなんかでもどう、まあね、男の人と喋るときは会話あるの？喋るよ、お客さんとか、例えばお客さんとか、そうそう、うん、それ喋れないとな、仕事になんねえかな、そうそうそう、よく喋るよ、喋んなきゃ仕事になんねえ、喋るよじゃなくて、それ仕事だろ、だって話してないと仕事ならないから、久しぶりボケ聞いたわ、本当今年初めてのボケだからママ料理大丈夫、作れる、大丈夫、作れる、あのね、ママすごいね、ママね、フィリピンレストランのママやったのに、イハハンってね、イハハンだけど、すごいよ、レストランで料理作ったことないんだよ、コックさん作るんだよね、そうですね、ママの料理ってここの番組来た時にしか料理作んないんだ、唯一の料理、こっちで料理すると思う、でさっき怒ってんだよママがね、なんで怒ったかしてる、それは、ま、置いてあるのエプロンがここにね、でね、エプロンね置いてあるんだけど、ミッキーマウスの可愛いエプロンがあったんだよね、はい、あれどっか行っちゃったんだよ、誰か持ってったの、でもあるから探せば、はい、あるから、じゃエプロンないと怒ってんだよね、さっき、もちろんですよ、それ自分でドレスが汚れちゃうのか、忘れちゃったかもしれない、ここホワイトデーですから、まだだからね、さっきね、ジェナさんが使ってたエプロンがあったから、昔ジェナが使ってた、それよかった、あってね、エプロンなかったら絶対無理だ、まあ、じゃあ料理するともちろんですよ、だから衣装がめっちゃ綺麗で、それエプロンしないとちょっと時間がないから、本当にもっと準備したいんだけど、ところでさ、あと、まあ、ママは料理あんまりしないの分かってるんだけど、はい、でもね、料理いつも作るのは美味しいね、マニュアル通り作ってからバッチリ美味しいよ、すごく、はい、2人料理するの？あ、得意です、あ、日本料理、私は居酒屋で働いてんで、キッチンはたまに入りますね、料理してる、すごい、じゃあ居酒屋料理、でもほとんどフィリピンの人がみんなできますよ、料理は基本、いや、みんなじゃないですよ、みんなじゃない、う
ちのママだってできないんですよ。うちの家族だとパパが。そうだよね、フィリピン人ってさ、お兄さんとかお父さんがよく料理作ってるの、うん、俺フィリピン行くとあの割と見るよ。どこのが作ってるね。そう、うちのパパがすごい。男が暇だからじゃないの、とりあえずフィリピンは仕事してないからそこしかないんじゃない。そうですよね、かっこつけてるかもしれない。かまあ、もしお母さん、例えばお母さんがそこまで上手じゃないからちょっと嫌から自分でやった方がみんな幸せっていう、まあ、日本人の趣味でやあの作ってる人もいると思います。やっぱり例えば肉を切るときってやっぱ女がガンガンガンって切るより、うん、まあ、男性から見ると危ない危ないって思っちゃうじゃないですか、うん、なんだろう、それもあると思います。かっこつけてるかもしれないです、料理ね。はい、旦那さんはどうなの。フィリピン人の悪口言っちゃった。旦那さんはどうなの、料理するの。全くしないです。それが一番、私が悪い、やっと出ました。やっと出ました。言えよ、どんどん。分かった、今思い出した。お前料理しろよ、この野郎って。じゃあうち何にもしてないです。あ、そうなんだ。とりあえず全部休みの日でアニメで見て、なんかお腹すいてねみたいな、お腹なんか減ったなみたいな感じで、分かったです、作りみたいな。そう、うち本当にのんびりなんです。だから日本人、まあ、仕事とももちろん真面目なんですけども、なんだかうち帰ったらもう超のんびりですよ。本当、ね、マイペース、まあ、リラックスになってるんじゃない、ね、た全部やってくれるから。そうなんですよね、うん、お母さんじゃないんですけどね、私が奥さんですよ、一応。前はメイトさんって言ってます。例えば彼氏とか料理とかどう。あの、私の彼氏はもうちょっと料理人だから。あ、料理人なんだ。そう、それ料理人だから捕まえて料理やるんですかって言ったら、私がのんびりしてます。私がのんびりしてます。こっちが男。作ってくれるの。作ってくれます。いいね。私はただこう、例えばお皿を並べるとか、うん、でも基本料理は作ってくれます。準備ね。逆に恥ずかしくって、だって料理長なんですよ、うん、なのに普通にあの、お前大丈夫なの、そんなペラペラ喋っちゃって。誰だって逆算したらお前の彼氏誰だって分かっちゃうよ。見ない。大丈夫ですよ。料理長なんで、お前日本人の料理長探してきてどれかなって、300人いたら300分の1ぐらいになっちゃって、分かっちゃうよ。大丈夫よ。名前言名前言うから大丈夫です。あのお店の名前向いてないんで。だから私あの逆に料理作るのが恥ずかしくって、やっぱ料理長だから正しい味とかどうしたらたちょうどいいとか美味しいとかがあの詳しいんで、逆に作れないんですよ。だから、あ、塩が足りないな、あ、砂糖が足りないって言われるのが恥ずかしいから。逆にさ、前が作った時その料理長彼氏は、はい、例えばお前こう、これこうだよとか言われる時あるの。言われないでしょ。あ、でもフィリピン料理作ると向こうはフィリピン料理の正しい味が分かんないんで、何でも美味しいってくれます、うん、分かった。じゃあさ、例えばさ失敗してもまあバレないですよ。音楽の世界で言うとさ、聞いたことない歌われるとさ、上手いんだか下手なんか分かんないじゃん。そう、でも誰もが知ってる歌をさ歌ってるとさ、ね、そうです。あ、こいつ下手だなとかさ、上手いなとかじゃん。だからそれと同じでさ、フィリピン料理食ったことないから、そうです、これまずいなと思ってもこんなもんなのかなと思っちゃうんだろ。まずいか美味しいかもまず分かんないから食べてくれます。そういうことか。味が分かんないから。味が分かんないから。それはじゃあいいじゃん。それはセーフじゃん。フィリピン料理オンリーでね。作ってくる。でもママはフィリピン料理ね、頑張って。ねえよ。ごめん。じゃあなんかさ、もうちょっと旦那の悪口来るかなと思ったけど、来なかった。やっぱりそうです。たまに。なんだろうね。やっぱね、のんべ、のんべ。俺ね、分かった。のんべじゃなくて、このね、ことって愚痴って欲しかったの今日。だけど、これ、ね、酒飲んでからやればよかったな。よし、それで今度は酒飲みながら言い立ったるのがいいよ。実はそうかもしれないですよね。金の目台の、まあ、番組で見たらみんなもう酔っ払ってるんじゃないですか。それで放送する1時間前に飲んだ方がちょうどいいと思います。逆にそれの絵の方が面白いかもしれないな。そうですよね。お前置いといて、カメラこの辺に仕込んどいて、ここにテーブル置いて、みんなで飲んでる会話を撮るの一番いいと思いますよ。そのアイディアが、あ、ちょっとじゃあ俺一曲歌うわとかってさ、じゃあちょっとカラオケお願いとか、それでそれを撮るじゃん。いいですよね。これトイレ行くときはすいません、 CM 入れてくださいって言ってさ、いいですね。それでトイレ、それでやりたい。それなんか何にも意識しないで普通に会話になるってことになれば、来月になるとそういうカメラ忘れちゃうパターン。今度やりましょうよ。じゃあ俺今度ちゃんと白い格好してくるわ。いやだ、それはもう黒だ。もう来月黒です、黒です。もう悪、あの、そういう悪口言うあれだから。ブラックアイツさんみたいに。お前黒だ、すごい。まあそんなことでさ、ね、最近見ないと思ったらシンガポール行っててね。はい、行ってきました。いいな、あったかいところ。いや、あったかくないです。どこ行ってたんですっけ。船長さん、ユニバーサルスタジオシンガポール行ってきました。ね、楽しそうな写真がフェイスブックでいろいろ見てさ、うん、若いっていいな、幸せだなと思って。いや、すごい暑かったです。俺なんか練馬と新宿行ったり来たりしかしてないからさ、本当さ。私も用あったんですよ。ただ遊びに行ったわけじゃなくて、ちゃんと用はあります。
あ、用あったの？用あります。ごめん、なんかそれ言ったみたいな言い方。いや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 、オーディション行きました。オーディションね。あ、オーディション行ったついでにユニバーサル行ったのね。そうです。まあ、じゃあ今日はさ、そんな感じで今日オープニングからあの今日日本人の愚痴とかさ悪口言おうっていうコーナーだったんだけど、ジョアニーのさのろけ聞いて終わっちゃったよ本当に。まあね、でもいや、まあまあ、じゃあ次料理のね時はね、はい、でね、次の CM の後に今日料理っていうことで、あの今日ビューティーフードプランナーのね、あの日本人の方なんだけど、あの食を通じてあの家庭を平和にしたい、ね、あの食を通じて夫婦の不仲を仲良くしたいとか、そういうあのコンセプトでもってね、やってるあの方がいるんで、その時あのもうこの CM 明けに入りますんで、はい、じゃあ CM お願いします。Pero na, buwan ng mga puso para sa mahal ninyong pamilya, narito ang pag-ibig offer ng Asia Yaosho. Tiempo ng baboy na pang-adobo, sinigang, inihaw at marami pang iba na super mura na, libre padala pa. Tuloy lang ang free delivery campaign. 5,000 yen worth of goods in retail price at one set international call card. Available lagi ang Magnolia Chicken, Maling, CDO products at Gina and Del Monte juices. Isaging na saba, green mangoes, papaya at mga ready-to-eat food. Sige na, order pa more. Dito lang yan sa Asia Yaosho, your one-stop Filipino shop. どうも、ね、今すごく盛り上がった話でね、うん、面白かったですね。面白かったね。それでさっきほら料理のこととか、ね、話しましたけど、今日は料理もちょっと話したいんだけど、はい、あとね料理作るコーナーもあるけどね、フィリピン料理。それでね今日は、ご紹介したいのがね、日本人の方で、日本人の方ゲストでね、永井真由美さんでね、ビューティーフードプランナー、ビューティーフードプランナー、パッと出るかなと思ったんですよ。はい、よろしくお願いします。永井真由美さん、あ、出ましたね、ビューティーフードプランナーということで、はい、はい、それで、カメラの位置を、ね、確認しながら、あのすごくあのビューティーフードって感じです。それでね、ナイさん、真由美さん、ビューティーフードプランナーっていうのはどういった、ことなんでしょうか。初耳なんですけど、はい、食を通して、まあ、お料理で、はい、まあ、見た目、はい、綺麗、はい、で元気になっていただけるっていうようなお手伝いをする。わかりました。言うなれば、例えばね、私思うんですけど、あの旦那さんの話出たけどさっき、はい、彼氏が、例えばそこは仲いいからいいよ、もう別に。なんで仲いらないの私で。例えばさ、仲が悪い夫婦いるじゃん。夫婦いるじゃんってさ、いっぱいいるじゃん。はいはい、まあ、俺いっぱいいるの見てるんだけど。でもそう言っても、もちろん喧嘩するんでしょ。そうだね、喧嘩するから、ね、仲いいってもう、そこなの、うん、それで喧嘩した時とか、はい、例えば奥さんがさ家に帰ってきて、あ、奥さん逆だ、旦那さんが家に帰ってきて旦那さんが家に帰ってきて旦那さんが家に帰って奥さんがね、美味しい料理を作ってくれて、あ、なんとなく喧嘩がそれで和らぐかなって、ちょっと仲良くしたいために、それで例えばさ夫婦でさ思い出の、例えば
初めて作った料理だとか、旦那さんがこれはうちの女房のこれがうまいんだとか、 そこの料理をあの胃袋をつかんだということですよね。そういうよく知ってる、あえてさ、それがね、それが何、奥さん側からするともう目に見えないごめんなさいなのかなって感じしない、それが、まあ、例えば夫婦喧嘩して、例えばカップルが喧嘩して、それで奥さんが旦那さんが喜ぶものを、まあ、割と手の込んだものを作って、うん、お帰りなさい、今日はこれよったら、旦那も今日この野郎、今日家帰ったらもう一回こいつにぶちかましてやろうかなと思って帰った瞬間にさ、あーなんだこういう料理作ってくれたんだ、俺も悪かったなっていう感じで、奥さんの無言のごめんなさい。例えば逆だとさ、例えば彼氏と彼女がいて、で彼氏が謝りたいんだけど謝りづらい時に彼女にね、じゃあ今日はちょっと久しぶりに、ね、思い出のあのレストラン行かないとか言ってレストラン行って、その時にその食べ物を囲んだ時にさ、あるある、何話してるあるある、意外と その時に意外とローンさんやばい、もうその時にこんな人でしたっけ、ね、その時に彼女がさあ、私のためにね、お金はあなたが払ってくれるのねって割り勘されるのはおかしいけどね、それでね、思い出のそれをね食べて、それでなんとなくそれで仲直りできるじゃん、それってさ、食べ物を通じて仲良くできるじゃん、そこで美味しいまずい高い安いとかじゃなくて、その気持ちの問題じゃない、はいはい、それを永井真由美さんはこれからビューティーフードプランナーとして、食べることによって、あともう一つビューティーっていうことがつく、それはもう見た目も大事で、それも一応大事にしたいんだと、ただ単にボーンってさ出すんじゃなくて、とりあえず可愛いお皿に出したりとか、お弁当も綺麗に飾ったりとかして、それでまあ愛妻弁当とかあるし、やっぱ子供もやっぱ教育的にもさ、やっぱり学校行ってさ、お弁当パーって開けた時に、あうちの弁当かわいいでしょうとか、やっぱ女の子って気にすると思うんだ、ね、そうですね、だからそのやっぱりそれでお母さんに対するなんかすごく愛情も出てくるじゃん、でそれを真由美先生は考えていきましょうよっていうのがビューティーフードプランナーがまず一つ、すごい知れたいな、嬉しい。それでね、料理についても、真由美さんの方は、ね、実は言うとうちで前千葉テレビで、今から 4,5 年前なんで番組やってた時に、私が実は料理のコーナーを持ってたんですよ、信じられないな、父さん本当ですか、マヤがねさっきから鼻で笑ってんだよいやいやいや、本当ですか、その時にで俺がやってたんじゃなくて、それも全部真由美さんが料理を演出してくれてた、知らない。あとね、あと例えばライブのディナーショーとか、あとよく東京湾のクルージングのディナーショーとかも全部いろいろコーディネート、そういう経歴が、あだからロハスさん詳しいんだ、さっきのさ、例えば夫婦でこうなってこういうことがあったら嬉しいでしょ、カップルでこういうのがあったらさ許しちゃうでしょ、だから詳しいんだろう、詳しいね、それはだから全部今永井真由美さんのその、あの何、あのプランなんです、あ考えなんです、でも俺もそういう気持ちあるよ、いい、俺さっきなんかロマンチック、俺割と大事にしてますよ、そういうことは、びっくりしました、まあ、もちろんですよ、意外、まあ、そう、びっくりするね、それ、そう、なんかいつものローハンさんじゃないなみたいな俺そんな変な人に見えてる、いや、そんなことないです、まあ、分かった、あのローハンさんってかクール感じなんだから、それでか、まあ、かっこつけたことではないけど、ローハンさんはミュージシャンとかのそういうイメージしかないから、うん、まさかそうまさかそういう料理の関係とかそっち系のね、もう詳しいとはまさか思ってなかったんで、だってミュージックのイメージしかないです、ね、そうだね、ミュージック&クッキングだったんだよ、このクッキングがすごい意外、クッキングもあんまりイメージがないけど、でもジョニーのイメージありますよそうか、まあ、そんな感じでさそれでね、あとね、もう一つさ、ほら、あとね、ビューティフードプランナーっていうものについて、あの大事なことが、あのお年寄りじゃん、老人の方、はい、ほら先月も老人の話したけど、それで老人の人ってさ、食べることしか楽しみないじゃん、そうですよね、だからそのせめて食べることの楽しみをもっと楽しみにさせるっていうことも、うん、プランニングしてるんですよ、わすごいな、だそういう方なのね、あちょっと一つ質問いいですか、はい、例えば、まあ、あとこんな夫婦があって、うん、
まあ、ギリギリ、まあ、その仲悪い感じになってっていうか、もうそろそろ離婚感じ、うんうんうん、それは仲良くなるという方法がありますかね。もし質問じゃなくて相談です。いやいや、落ちるんじゃないけどね、落ちるんじゃないけど、もう、もし、うん、あ、なんか例えばこんな感じがあれば、うんうん、その方その方でやっぱりこれは好きっていうのあるじゃないですか、お料理で。そう、そうなんですね、うんうん、え、そうか、相手の方で、あ、うん、それをやっぱりね、心を込めて作るとか。そうなんだ。寒い時にあったかいものを出すとか。わかりました、うんうん、まだ寒い時に、ね、寒い日にさ、こう北風に吹かれながら玄関開けて入ったら、あ、パパ今日は鍋ですよなんて最高だよね。玄関開けて今日は何冷やし中華なんて、お前ふざけんな、俺ここへ投資しちゃうんだよ。こういう話めっちゃ好きですね。そうなっちゃうだろ。すごいキュンキュンする、もうすぐ反応で、そう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 、頭早いやん、先生ね、真由美さんそうだよね、キュンキュン、キュンキュンしてるロハン、すごい、なんでこんなロハン今日どうしたのかな、うん、ワイトデーにいいことあったのかな、どう、まあ、本当に今日はね、こっちもね、裏切られたよね、あって、そう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 、来月ホワイトデーだから、いやでも半分、半分大白ね、もう来月全身白ねって言ったら、ハーフ白じゃないですか。来月はちょっと気楽な感じで行こうよ、来月は。キラキラ、ここにさ、覚えておいてくださいね、テーブル置いて、覚えてください、皆さん、本当そうしようよ、公開居酒屋にしようよ。お、やりたい、いい感じ、お客さんもみんな飲んで、はい、いいですね。マイクとかこんな持ってないでさ、とりあえずもうなんか適当に誰かに、私店員なんで、マイク持ってたら酒飲んでさ、こうやって、もうそうですよね、めんどくさいですよね、なんかあれがないんですか、冷感つけるマイクとかさ。私もともと店員なんで全然働きますよ。だから料理はビューティーフードプランナーさんに持ってきてもらって、私がビール運んで、まあ、まあ、どこなんかエンターテイナーにしましょう、ステージで踊ってくれます、全然大丈夫ですよ。それやりましょうよ今度。そうそうそう、だってね、昨日その番組見てたんだけど、見た見た、見ました見ました見ました、だってさ、すごいよな、だってさ、 TBS はだよ、だ外国人4人居酒屋に座らせて30分よ、うん、その会話上から下からカメラ撮って、すいません焼きおにぎりだとかさ、さっき言ったさ、私もやりたかったです。私もうちょっと外人っぽかったら、うん、いや大丈夫だよ、話面白いから。でも見た目が日本人だからそういう仕事が来ないんですよ。私だったらもっと悪口言ったかもしれないです。言ってたな。でもあの昨日のさ、ブラジル人最高だったわ、あの方はすごく、あの何回も仕事をしたことあったんですよ。あの人何、あの人何、だってあの体型じゃモデルじゃないだろ、何、何やるんですよ、タレントですよ、もともとすごくいろんな外人が出てる番組のレギュラーとしてやってるんですよ。で、世界の日本人ズーマのあのレギュラーと一緒にだったんですよ。あのさ、もう一人じゃ、ロシア人じゃない、もう一人の子何人やる、モロッコ人です。リサさん。あの子可愛いよね。すっごい。あの方はあのモデルさんですよ。あの子、いつもいつも超見てる。めっちゃ可愛くて。そうそうそう。何人か。でも子供いるんですよ。二人。ロアさん話聞いたんですけど、じゃなければモロッコ人ずっと見てたんですか、どっちですか。いやモロッコ人絶対それでしょ、ううモロッコ。だってお前を考えろ、お前をブラジル人のお前すごい人、もう焼き鳥お前1個三国にしたのに焼き鳥そいつ見ないだろ。いやマリアクリスティナだよ、マリアクリスティナだろ。いやだから、うん、ね、まあその綺麗な方がいるのも、まあ、お前ロシア人かモロッコ人しかないじゃん、そういう。まあそうですよね。そうですよね。じゃあなんでロシア人のお見合いのかな。あの方も知ってるんですよ。あの一緒に、ロシア人も悪くなかったよ。でもモロッコ人がすごいよ。でもモロッコ人は可愛かった。今紹介してくれだから。あ、いいっすよ。もし時間があったら、じゃあ絶対マリアさんの仲いい方なんですよ。で、居酒屋収録の時はさ、必ず。いいですね。じゃあ今度あの聞いてみます。ありがとう。はい、俺楽しみで。あの方はリサさんというんですよ。あ、そうなの。名前。まあ一応そういうことでさ、やばい、ロハンさんがビューティーフードプランナーの話がごめん、俺こんなにそれちゃったんだけど。だからどっちでそのか。リサさんニヤニヤしてる。本当ビューティーフードプランナーがこんなにねずれちゃってちょっと大丈夫です。それであとね、ビューティーフードプランナーさんの話で、あとまあちょっと最後の方でさ、何かこう今なんか感じたこととか何かありましたら。感じたことですか。うーん、今でもお料理される方すごく女性でも少ないような気がするんですよね。うん、なかなかだからお子さんとかも手料理食べられないので、うん、やっぱり心を込めたお料理出されたら嬉しいし、コミュニケーションも取れる。そうですよ、うん、まあ私もいつも料理がすごいもんね、フェイスブックでね。あ、本当ですか。私、まあ多分あのそんなお料理が上手じゃなかったら多分旦那さんが好きにならないかもしれない。いやでも本当これ大好きなんですよ、お料理は。一回さっきの話なんですけど、その喧嘩して
でお料理して、うん、オムライス作って、うん、それで書いてる Sorry とか言ったでそれですごい食べたケチャップで Sorry とかそうなんですよだからそれで出しちゃった時に食べてくださいみたいな、うん、私大丈夫だからって言ったら、ね、嬉しいと思った許しちゃいますねバカって書かなくてよかったそうなんですよ俺よさっきからあのこの人ののろけ聞いてるの今日やっぱね相当なんだな、うん本当レアだと思う幸せですよ幸せはすごいラッキーな方だと思いますあそうだねでもねそれこそオムライスにソーリーっていうのもこれもやっぱそれこそビューティーフードプランナーだねそうなんですよそんな感じだと思いますよ、ね、だってじゃあそれは俺もよく頭に逆に勉強オムライスってのはじゃあなんかこう書きやすいやねそうなんですよで大変だな間違えちゃったらもう一回卵焼くよお前間違えちゃったちょっと待ってちょっとこれ失敗だからでも本当一発ですごくゆっくりやって綺麗にでそれとでハートのハートやりました一回やりましたそういうことちょっと私前に座っていいですか話聞きますいやまあまあまああれだなまあそういうことじゃあビューティーフードプランナーのあのね、永井真由美さんでビューティーフードプランナーということで、今度ポカ居酒屋の時はあそれでねごめん今日ね俺ねせっかく何もしないで来るわけおかしいじゃんもちろんですよ俺ねちょっとね頼み事をしたわけなぜかって言ったらフィリピンの食材を使って何か料理作ってくれた、はい、でここで料理作るっていうのはもう秋ママしかいないからそうですよねそうしたらね永井真由美さんはね料理を作ってきてくれたおあの作った写真を持ってきてくれたおそれがねあのフィリピンで有名なティラピア、はいはい、おティラピアをちょっと綺麗にアレンジしてちょっとアジアンテイストにやったのがこれですこれおあうまそうこれねフレッシュ野菜とティラピアのピリ辛ディップっていうおいしそうこのねフレッシュ野菜っていうのも結局ほらフィリピン人の人ってほらあんまり、ね、もうサラダってあんまりないじゃんあないですねだからこうフレッシュな野菜でまず生食べないですそうそうフレッシュな野菜でやってもらえて、うんうん、そこに、まあ、ティラピアの素揚げを入れて、はい、俺が説明してるな先生なんかハワイアンとか唐揚げにしてちょっと説明してもらえますか、はい、お野菜に、唐揚げをしてで、辛いソースつけて食べるんですけどそうですね、はい、その辛いソースっていうのが実を言うとあのこれフライドタイのソースなんですよあフライドしてたんですかあの唐揚げして唐揚げして、うん、で本当はもう少しあの切り身にして、はい、あの揚げた方がいいかなと思ったんですけど、はい、でも見た目的にやっぱり分かんなくなっちゃってそうですよね、うん、そのままティラピアって分かんなくなっちゃうからカットしちゃうとそうするとティラピアなんだかアジなんだかサバなんだか分かんないじゃん、うん、だからちゃんとティラピアっていうイメージでちょっと今日はこうこんな感じこの作り方すごくカラフルですごくいいすごくなんかハワイアンっぽいよねそうそうそう食べたくなるそれで見た目も綺麗はい超綺麗です、うん、それでねソースがこのねディップソースっていうこれがねタイのソースでバジルソースかなと思ったんですよ、うん、バジルじゃなくて辛いんですよあとで味見してもいいですか、うん、ちょっと見てると、うん、どこで買ったんですかタイで買ってきたタイで買ってきたところがこれがですね日本に売ってるんですよえヤオショーに売ってカルディヤオショーに売ってますヤオショーだけカルディヤオショーに売ってますヤオショーカルディとかはタイとかの料理あるけどないですかヤオショーヤオショーはフィリピンだけじゃなくてそうですタイとか韓国あ一緒もうあの受けてるんであの輸入してるんでそれで一応まあねあのこれあのヤオショーさんに問い合わせしてくれれば、はい、ディップソースっていう、なんだっけ、シーフードシーフードディップソース高いじゃないですか高いじゃないいや多分300円か400円ぐらいなの、うん、安っ同じ、うん、フィリピンのものじゃん同じじゃんなんか要はかあの他の国からのなんか食品とかって、うん、高いじゃないですか、ねうんそうですうん、300円って安っそうそう 逆にさティラピア今出たじゃん、はい、ティラピアって基本的に平均価格400円台じゃん大体本当ですよあの上の人らもめちゃめちゃ高いですよで 3匹って言もう1200円とかそんな2000円ぐらいだと思うでしょだから八尾翔さんって買うと400円ぐらいだからマジかいや安いじゃんそう八尾翔ほらここ電話番号書いてあ八尾翔の電話番号ってあったんだねインターネットだけじゃないんだで八尾翔の方にティラピアもね400円だからで日本のスーパーでさあの大きさの魚買ったら400円じゃ買えないよね
そうですよね。定価も高いです。よりよりちゃった。売ってるんだけど。日本人に売ってるんだ。日本人にはあの魚売ってないよね。あの大きさで400円はないよ。見たことないです。ね、だから安い。それで、ね、日本だとクルダイじゃないですか、これは。違くないですか。で日本ダイ、ダイ、黒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 ダイでしょ。だって黒ダイが400円って安いでしょ。安いですよね。やっぱ美味しいしさ、まあそんなもん、まあ安いよ。それだからね、来月も一応だからなんかさ、ただティラペやったからあのバゴスかなんかやってもらって。ああ。バゴスのなんかさ、なんか多国籍料理、バゴスを使ったなんとかアレンジいいじゃない。なるほど。バゴスはそうですね。普通は。油がすごい美味しい。そう。あですか。だからね、ニシンとサンマと混ぜたような感じ。同じ、はい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 、真っ白いの身で、お骨がいっぱいあるんですね。そう、あれ今なんか八百章品切れで売ってないんだけど、まあ一応あるとか、あの中のほらボンレスバゴス。ボンレスだと、あ、そうか、もう開きみたいな感じですよね。そうでしょ。ママンとかあるんじゃない？ママンとかボンレスバゴスある、ある在庫で。あ、じゃあちょうだい、それ。あ、ちょうだいじゃなくて買うわ。フィリピンだとバゴスは開きのではなくて、なんか美味しいのもあれ丸ごとね、その中に何か入れるよね。でも中、はい、なんかあのひき肉とか入れるの、それを入れてで蒸しするでしょ。でめっちゃ美味しいんですよ、本当に。それも懐かしい。じゃあまた来月も、じゃあ料理さ、ビューティーフードプランナーさんにさ、あのなんかフィリピンの魚でなんかプランニングしてもらって、はあ、また来月もよろしくお願いします。いや、また楽しみ、はい、楽しみにしてます。それでまあ家庭をね、あのそれであの国際結婚した日本人とフィリピンのカップルも、ね、こういう料理を食べて仲良くしてくださいということで、はい、そういうことで、ロアさんのロマンチックさが、すごい味わいたかで、ちょっとね、今じゃちょっと照れちゃうんじゃ、ここで CM お願いします。はい、お願いします。ロアさん逃げたし。ムーパルは YouTube、ニコニコ生放送、ユーストリームの3局同時生放送。スマートフォン、パソコンで海外からもご視聴できます。ムーパルのトップページでお目当ての番組をクリック。あとはお好きなチャンネルを選んでクリックするだけ。生放送が終わった後は YouTube のパップルテレビジョンで検索。いつでもご視聴できます。最新の番組情報は Facebook ムーパル TV で検索。一度見たらハマる、ぜひあなたのお気に入りに。フィリピンナウ、フィリピンナウ。Pero nara, buwan ang mga puso para sa mahal ninyong pamilya, narito ang pag-ibig offer ng Asia Yao Show. Diyempo ng baboy na pang-adobo, sinigang, inihaw at marami pang iba na super mura na libre padala pa. Tuloy lang ang free delivery campaign. 5,000 yen worth of goods in retail price at one set international call card. Available lagi ang Magnolia Chicken, Maling, CDO products at Gina and Del Monte juices. Bisaging na saba, green mangoes, papaya at mga ready-to-eat food. Sige na, order pa more. Dito lang yan sa Asia Yao Show, your one-stop Filipino shop.
綺麗でしょ、ひらひらといい女でしょ、見かけより尽くすタイプね、優しさに差を刺した男はずるいわ、逃げてゆく夜が明ける頃、涙はしょっぱすぎるし、やきもちは汚い、好きにさせてよ、サングラス外したら吹き出しちゃうほど、あどけない目をしてるあいつに弱いの、裏切りは治らない、手錠をかけても甘え上手にとどめ刺されて街に霧が降る、ねえ私素敵でしょ、けばさがいいでしょ、悪いけどよくモテてます、あの人を探しても見えない夜更けは、思い切りおしゃれに酔うの、他の誰かにもあなた同じことするのね、虚しすぎるわ、ああ唇が悲しみにふらつくたびに、強がりが出ちゃうけど本気じゃないのよ、あなたしか欲しくない千年先まで、本音を言えば結婚したい、まさか愛してる、サングラス外したら吹き出しちゃうほど、あどけない目をしてるあいつに弱いの、裏切りは治らない、手錠をかけても甘え上手にとどめ刺されて街に霧が降る、YouTube、ニコニコ生放送、ユーストリームの3局同時生放送、スマートフォン、パソコンで海外からもご視聴できます。ムーパルのトップページでお目当ての番組をクリック、あとはお好きなチャンネルを選んでクリックするだけ。生放送が終わった後は YouTube のパップルテレビジョンで検索、いつでもご視聴できます。最新の番組情報は Facebook ムーパル TV で検索。一度見たらハマる、ぜひあなたのお気に入りに。フィリピンダウン、フィリピンダウン。
Pero na, buwan ang mga puso para sa mahal ninyong pamilya, narito ang pag-ibig offer ng Asia Yao Show. Tiempo ng baboy na pang-adobo, sinigang, inihaw at marami pang iba na super mura na libre padala pa. Tuloy lang ang free delivery campaign. 5,000 yen worth of goods in retail price at one set international call card. Available lagi ang Magnolia Chicken, Maling, CDO products at Gina and Del Monte juices. Saging na saba, green mangoes, papaya at mga ready-to-eat food. Sige na, order pa more. Dito lang yan sa Asia Yao Show, your one-stop Filipino shop. さ、はい、曲ってさ、今アーム上でしょ、ええ、アーム上と六本木シンズが、はい、分かんないんだよねあどっちがどっちか分からない、うん、あのね、曲目分かんないんだよね、曲目がただアーム上は似てますよね、アーム上に関しては、ね、イーマイナっていうことですか、イーマイナ、それでね、六本木シンズはね、でも六本木シンズってロックっぽい曲なのよ、そうですね、うん、同じような感じのロックっぽい、まあそんな感じでね、じゃあちょっとあの、じゃあ歌頑張って、はい、ありがとうございます、頑張ります、あの、改めてね、ご紹介しますけども、ミカちゃんね、リカです、お前、すごいリカです、リカです、お願いします、リカとミカよく間違えない、よく間違えられない、ミカちゃんっていう友達いっぱいいますね、ごめん、俺の間違えた、間違えた、俺が夫婦とか恋人だったらどうされるんだろうな、もうリナとかもうルナとかもういろいろ、もう何でもいいですもん、なるほどね、何とでも呼んでください、リがあればいい、じゃあありがとうございました、じゃあまた、ありがとうございました、またよろしくお願いします、ポンちゃんまたさ来るときは俺がギター弾いて歌えるように、はい、ぜひ、はい、よろしくお願いします、じゃあお疲れ様でした、ありがとうございました、お疲れ様でした、はい、楽しんでいってください、じゃあ、リカちゃんです、はい、じゃどうも、はい、リカです、よろしくお願いします、ありがとう、ありがとうございました、ありがとうございました、なんか入ってない、はい、OK、 あ、入ってるよね、大使ね、聞こえてます、ですか、はい、大丈夫、よかった、はい、OK、じゃあ、なんか美味しそうな、ま、マイク入ってる、大丈夫、それで、じゃあごめんなさい、改めて、料理コーナーで、アキさん、はい、久しぶり、料理するでしょ、はい、これから料理します俺も会うの久しぶりだけど、これ持つの久しぶりじゃない、そう、久しぶり、なんか何ヶ月ぶりこれ持つの、え、すごい、聞いた、今聞いた、半年ぐらいかな、懐かしい、そうそうそう、分かった、これは何、フィリピンでなんつうの、これ、これサンドサンドサンドックね、日本語で言うとお玉ね、お玉、お玉です、あの、あれ、マイクはマイクは、あの、借りてもいいですか、あの、すみません、え、こっちに今、ない、ないです、どっこマイクです、うん、あ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 りがとうございます、ありがとうございます、ありがとうございます、マイクのなんかいろいろ、それで、はい、じゃあ今日ね、アキさんさ、久しぶりに来て料理なんですけど、はい、今日の料理は何ていう料理ですか、今日はあのイーガードですね、これはちょっと待って、イーガードってさ、イーガードというのはこれ何、あの、どこの料理、あの、イロカノ、え、イロカノ、イロカノ、フィリピンの料理のイロカノ、二人は食べたことある？私はないです、ないかもしれないです。ない。私はないです。ないんだ。まあ、作ったら基本的にあれだよね。入って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 。もしもし。ああ。入って入って。ありがとうございます。これそれでじゃあまずこの料理の、うん、これ材料なんですかね。これはあのボタですね。豚バラ。肉豚の。あとマリネードね、マリネードした、そうですね、はい、あのそういうと、あとあのガーリックやりました、はい、でリバーとハツリバーとハツ
れです、あれです。レバーとハツね。レバーとハツで、あの肉ボタですね。で肉ボタ？はい。豚肉だろ？豚肉ね。豚肉ね。ごめん。肉ボタ。なあるでしょ、そんなことは。あっちのカメラで。あとあの、うん、オイルと玉ねぎ、はい、塩コショウですね。はい、あとこれなんだっけ？豆。これガーバンソース。豆ですね。そうガーバンソース。ミックスビーンですね。そうですね。はい。ああ。はい。はいあのごめんなさいね、あのリハーサルをしてなかったんでね、上にカメラ今日ないんでね、ないんですね。あ、オッケーオッケーオッケー、そんな感じで、オッケー、そういう感じで最後、あと、あと、それね、あのあんまりやるとこぼれちゃうからね、気をつけてね。そうそうそうレバーですね、リバーとハツ、はいはい、あと、はい、これはそれは豚肉ね、豚肉ですね、豚肉、豚肉のあのマリネード方ですね、なんか醤油とガーリックですね、そう、はい、ニンニクね。ちょっと開けます。じゃあまず料理スタートしましょうか。じゃあはい、スタートしましょう。いいですね、これもうすごい楽しみ、これはオイルあります。これははい、油油ですね。普通の油ですか、オリーブオイルとかそういうなんかこだわってる油。あ、普通の油ですね。普通の油です。はい、野菜油ね。ヤオシュに言ってる油だって。ヤオシュの油です。ヤオシュだけじゃないんじゃないですか。このコーナーはヤオシュとヤハンのコーナーだ。なるほど。誰でもヤオシュに言ってるから。もう材料的にヤオシュで買いました、ということですね。でまず何食べるんだっけ。玉ねぎやります。うわぁ、まあまあ何年ぶりこれやるの。やばい。これはあの半年ぶりっていうね。半年ぶりです。はい、すごい。火加減大丈夫ですか。そうですね、大丈夫ですね。まあさ、料理っていうのはさ、火加減、味加減っていうね、わかんないが、おお前はこれちょっと通訳する。バルバル。火加減、味加減は宝くじで言うと何。火加減、味加減、うん、まずそれが伝わってないです。伝わってないじゃん。君にも通訳できない。ちょっとわかんないです。わかった、俺はもっとわかんない。え、例えば、例えて言うと何か、例えばとかあるんですか。あの言葉ですか、例えば文法的に使うと、文法的に言うと、火を強いとか弱いとか、味が濃いとか薄いとか。なるほど。あ、なんそれは何、ちょっと今日ちょっとワンポイントレッスンで。次回のムーパルで。あ、次回か。じゃあ次回のムーパルでサカルグレッスンは、あのサカルグレッスンは知ってる人あったらコメントくれる。あの、そうですね、火加減、味加減って多分、なんていうのかな、なんかわかる。サカルグって言うと、だから結局、単純に言うとうまいかまずいか。あ、それ違うか、味が濃いか薄いか。あんまりですね。ごめんね、ママごめん。今俺たちなんか文法の話って、ね、今ね、ママ一生懸命作ってるのが、今じゃごめん、豚やりましたね。豚のバラと、玉ねぎ。で今炒めてます。豚のバラはなんかボイルしてあったよね、最初ね。いや、ボイルじゃないです。ボイルはしてないです。あれですよ、生でマリネードしました。もう味がついてるなんかお水にずっとつける感じです。マリネード。あの、すごい料理詳しいね、二人。料理してますって、もう。さすが白で揃えてるよな、ほんと。だって。さすが白着てくるだけある。まあ、多分、こんな料理を食べたことないかどうか、あれはちょっとわかんないけども、でも料理的にも全然白からできる。マリネードっていうと、うん、豚入れてから塩コショウとかじゃなくて、もともと塩コショウとかそう味がついてるお水につけるとも、もう、はい、味がつくから何も味付けがいらない。おい、なんかこれ料理番組みたいね。あ、ありがとうございます。ツッコミは料理番組だって。いいね。ありがとうございます。あ、わかんない。おい、そこツッコむとこはツッコんでくれ。俺一人言ってるバカみたいな。いや、それは。ね、ママね、今日ね。今日ママがボケないから俺がボケてんだよ。今度を、次は、今日ママがもっとちゃんとなんかもうボケてくんないと。あ、そうですよね。これ何？ハツ。ハツは何の肉？バティコロン。なんだっけ、ハツは。違う。心臓でしょ？豚肉の。そうだね。何がバティコロン？違う？マミ。バティコロン。何バティコロン？いや、言葉は方言だ、分からなくて、すいません。ごめん、あのね、この子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 なんで。ハツね、田舎の言葉で言ってください。心臓。これ豚のじゃあ心臓ね、ハツね。ハツですね。プソ。プソね。プソマサキットだよ、本当に。なんだかロマンチックの出た。またロマンチックの出た。フィリピン語が分かってて、ちょっと声聞いてください。ハッシュタグマイホーゴ。ハッシュタグマイホーゴ、ロハスさんね。ロハスさんね。ハッシュタグマイホーゴ。そう、それは、ロマンチック。秘密です、こっちの秘密です。いいよ、分かった、いいよ。マイホーゴ。いや、今なんかすごいいい香りになってますよ。いい香りになってるね。いい香りやね。ね。
なんかいい香りしてるね。アモイマサラップ。アモサラップね。おいしい。マサラップなおい。これはね、あのフィリピンのご飯といっぱいご飯食べれるし、はい、で、うん、あのつまみでもできますね。ね、つまみね、プルータンね。例えば生ビールとかさ、はい、これがうまいんですね。なんとかあれマリネードしたからもう味がついてて、ね、それもすごい匂いがすごい香りがすごくいい感じ。今こんなもんでいい。もっと強くする。もうちょっと強くする。今一番強くなってます。今収録内で誰かご飯を買ってきてください。ねえ、なんかコンビニで食べなんかね、匂いに誘われてね、お客さんがね、すごいいいよね。なんかお腹空いちゃうね。後で召し上がってください。あの誰かご飯よろしければ上のサンクスでちょっと買ってくる。いや本当に食べたい。でも今日はさ、ママ来てくれて嬉しいよ。やったね、めちゃめちゃお腹空いてるんだけど、ね、いつもね料理のコーナーちゃんと枠開けとくんだから。ああ、ありがとうございます。うちらまずはリバーやります。次はレバーね。レバーで、このレバーは豚のレバーね。そうですね、はい、豚のレバーですね。でミックスして、はい、お腹空かせてよかったね。ねえ、ね、本当いつもね、なんかすごくいい香り。でもさ、今日よく考えたらさ、この番組って全員が揃うことがないんだな。今日マリア・クリスティーナがいないじゃん。本当ですよ、まだ行きます。本当に今日は、ね、なんでかまだで、これからミスやりますね。はい、これからじゃあ、今あ、ごめん、今炒めてる間味付けは何もないな。いや、先ほどの豚肉はやっぱり味がついてる。味がついてる。これから胡椒と、はい、で、はい、胡椒ですね、はいはい、これは塩胡椒ね。胡椒だけ塩も入ってる。そう、これからあのナンプラーが入れるんだと思うんですけどね、はい、結構入れるね、マミ、うん、大丈夫。で、次はこれやります。やっぱりナンプラー。そう、あのが味付けでナンプラーで、これ、あの魚の、これ絶対うまい。めっちゃうまそう。絶対うまい。これね、逆に言うとこれご飯だろ。ちょっと、あのご飯買いに行ってきます。はい、でもその間にちょっとよろしく。あのね、前ね、番組やってて油がなくなっちゃって、油がなくて油買いたことあるね。そうですね。油がないとか言ってちょっと上行って買ってくるんで油買ってきたもん。マジですか。コンビニが近くてよかった。ちょっと本番中、これで本番中ちょっと待ってます。そういうね、じゃあ皆様は、okay、じゃあさ、ちょっと待ってる間に、待ってる中からちょっといろいろ少しだけだからね、待ってる間の話聞きたいんだけど、はい、ママ久しぶり。あのママ最近さ、どっか行ったよね、外国。ああ、メキシコ行ってました。いいなね。しかしメキシコ何行ってたの。遊びに来ました。遊びに行ったのね。いいね。リラックスね。リラックスしてたね。結構長かったんですか。そうですね、3週間ぐらい。いいな、ね、忙しい人は本当たまにそういう自分の時間が本当に必要だと思います。大事です。いいね、その間ね、仕事頑張らない。すごく楽しかったです。だってさ、もう成功したこんな綺麗な女性なんて、うん、もちろんもう仕事ばっかり、うん、もたまにね、そう、たまに自分の時間はね、リラックスした方が、まあ、それでもっと綺麗になるからね。ちょっと仕事頑張れないですよ。俺ね、俺成田にもう1年ぐらい行ってないから。成田に1年ぐらい行ってないから。なんで成田ですか。いや、成田に他の国は行ってない。成田に行かなきゃどこにも行けないじゃん。ああ、まあ、そう言ってもここなんで日本国の中にも。フィリピンエアライン。違う全国。はい、はい、そうですね。出来上がんないじゃん、まだ。だってもうちょっと、ちょっとまだ、ね、まだ、ね、まだあんまり出来上がらない。まだここに材料いっぱいあるよ。これあるよ。大ちゃんは楽しみ、もう楽しみにしてる。これ何ですか。はい、あ、そういえば、これは入れちゃおうじゃん、入れちゃおうか。あ、まだなんだっけ、これパン。クラッカーズのあのパンの耳、そうそうそう、パンの耳を、違う、耳じゃない、クラッカーの、クラッカー。あ、あのね、あの四角いやつある。そうプレミアなんとか。そうプレミア、はい、あのね、フィリピンに売ってる、あの缶に入って売ってるんだよ。フィリピンスカイフレックス。そう、スカイフレックス。そうですね。あ、日本語で言うとプレミアなんとかで、フィリピンの缶に入ってるさ、はいはいはい、それ、入れますね、これから。あ、熱いわ、これ。ちょっと開けるね。熱い。はいはい、また、はい、じゃあいいよ、どうぞ。はい、はい、わあ、美味しそう。じゃあこれ入れます。じゃあそしたらさ、もうちょっとさ、ここ順番あると思うんだけど、ここで豆も入れちゃおうか。ビスケット入れるんだ。そう、ビスケット入れてちょっとミックスしますね。面白い。これだからさ、味を吸うわけよ、これ。逆に言うとこれ日本のせんべい汁みたいな感じじゃない。せんべい汁わかる。せんべい汁、おせんべいをさ入れるじゃん、鍋の中に。え、
本当ですか？せんべい汁ってあるよ、お前何首かしげてんだ、お前日本人のくせに。私あの黒飴のスープは知ってます。ちょっと待って、日本人の人誰もいないのここね、あのでせんべい汁ってあるよね、なんかあるよね、せんべい汁ね。次はガーバーチャーさんのビーン入れまーす、はいはいはい、これミックスビーンズね、はい、そうですよ、豆が入ってる、はい、ほんと多分初めて食べたことある料理。これでちょっとじゃあ浮かしようか。これでミックスして、でもうちょっとしたら、はい、あーちょっとママちょっとここに、美味しそう、ここなんか忘れてる、これやばい、これ赤ピーマンとかあるけどいいの？あ、これからちょっと終わってからね、終わってからね、ロハンさんも楽しみ、ロハンさんどうして、ロハンさんもちょっと待ちますか。そうですね、これ入れますね、入れた、そうです、はい、入れた方がいいです、ね、あーロレープス、ベイリープス、これ番組的に入れたいの、なるほど、はい、ラウレね、これ入れなくていい、あ、これ後でですね、後で、はい、あ、楽しい、じゃあ、わかった、じゃあ、これでちょっと行って、それで、この料理は、でも食べたことないっていう、私は食べたことないです、私もないです、俺もね、ママね、俺多分あの、今日初めての、俺はね、食べたことないを通り越して、俺聞いたことない、はい、これはあんまり、なんか色変わるの料理、意外とあんまり出ないよね、それでさ、そうですよ、ちょっとさ、あれしてる間に、作ってる間に、今日ね、クラロ君が来てるんで、あ、いいね、先キャラだ、うん、いけね、帝京高校野球部、はい、イエーイ、かっこいい、甲子園、あ、入ってる入ってる入ってる、よし、はい、どうもいらっしゃい、お願いします、ちょっとじゃあ、紹介します、怖い、かっこくれ、名前どうぞ、やば、名前どうぞ、鈴木クラロイランです、あ、こう見えても日本語ペラペラですから、めっちゃペラペラ、マヤと逆で10歳までフィリピンにいて10歳に日本に来た、でマヤは10歳まで日本にいて10歳からフィリピンに行った、そうです、たまたま真逆なの、そうですね、もうバトンタッチです、こっち、そう、こういうね、でも一応あの純粋なフィリピン人、はい、え、年はいくつですか、先月23になったばかり、若い若い、いいな、はい、いいね、それで今さ、高校野球、あの実は帝京高校で野球部入ってて、はい、ね、頑張ってくれ、それでね、彼に一応聞きたいんだけど、どう、フィリピンと日本のなんか食卓の差とかなんかある？あ、全然ありますね。例えばどういうとこ？フィリピンまず手で食べるんで。あいいこと言う。それであとは？あ、コーラがまず出てくるんで、日本の場合、そうです、お茶じゃないですか、ね。それでそうそう、だからお母さんが高校野球の時いつも水筒にコーラを入れてくれた。それが嬉しいですか、ね、フィリピンでほとんどご飯食べるみんなコーラが出てきます、うん、コーラかスプライトかロイヤル、暑いから、そうそうそう、炭酸がね、炭酸系の方がみんな、やっぱみんながご飯系なんですよ、フィリピン人って、でコーラ飲むとすごいスッキリするんで、クラロどうなの、それであとさ、フィリピンはこうどう、楽しく食べたりとかいる、みんなでいろいろワイワイやって、僕日本に来てなんかショックみたいなことあった、日本来てまず給食で机並べるのはいいんですけど、まずみんな喋らないっていうのは、やっぱそうですよ、はい、フィリピンはどう、前はどうなの、やっぱこう売店で買ってみんな勝手に工程でみんなで仲間でワイワイ言いながら、いやもううるさいって言いたいぐらい喋りますね、まず私は逆に静かでこう、うん、食事を食べるところからいきなりわーってみんなで喋るところに行ったんで、やっぱり逆にうるさく感じた、逆に最初はそうですね、うるさく感じて、クラロは静かに感じた、あ、なんかちょっと待ってください、なんか今じゃあちょっとね、もうふっとしてる、クラロこれ食べる、これ見たことないです、いいなぁ、めちゃくちゃ食べたことある、いい匂いします、え、これ食べたことあります、これないです、いやいや、みんな初だ、意外とだ、ご飯お願いします、これはさ、あのレストランで出るの、レストラン出ます、あ、あるんだ、はい、あります、知らないな、私も知らない、俺も知らなかったの、そう、ママ、あの、さっき の, あのマリネードした豚肉が、それは何の味、なんで味付けしたの、だから、あれ酢だろ、酢で、酢あれは、あの、ニンニクと、あと、醤油だけ、だけ、だけ、水はなみ、多分、あとも一つあるかもしれない、だからさ、多分その言葉がすごいな、ちょっとニンニクと醤油だけ、多分もう一つなんかあるかもしれない、やばい、水は、あ、いや、なんか忘れた、ママはこれ、コックさんが作ったちょっと、ちょっとそうですね、今日の料理は、ママはこう、炒めたりね、ちょっと、わかった、ロハンさん、マリネだけ、ロハンさん、あの、なんだろうね、レストランで出すものだから、その秘密の一つが言わないから、言っちゃダメなんだ、そういうこと、そういうこと、まあ、そういうことなの、じゃあみんな真似しちゃうしね、お客さんが映っちゃうから、それはそういうこと、まあまあそういうことつっといてくれよ、とりあえず収まんないからニンニクと醤油だけ余らします、本当に何が作れなくなるんだ、ニンニクと醤油だけ余らします、あとは秘密です、そう、知りたかったら、イハワンに行ってくだ
この二人うまいね。そこで、そこで食べましょう。そうしましょう。材料は聞いちゃいけない。まず醤油だって日本の醤油かフィリピンの醤油か言ってないでしょ。それも秘密です。あのさ、これ見ても分かるけど、フィリピン人でなんでこうやって明るいんだろうね。はい、ね、気持ちいいですよ。ね、でまあ、でもさ、これからでも一応野球またさ、やってる。応援する。応援します。実は今日ね、呼んだのは俺もうあのおめでとうって言いたくて、今日じゃねえや、先週大学卒業したの。おめでとう。ちょうどお料理が出ますよ。応援しますから。それとね、もう一つあのね、彼一応今ね、日本とフィリピンで両方で一応輸出をしたり輸入をしたり、そういう仕事を一応今ついたの。さっき聞きました。日本とフィリピンを行ったり来たりすることするで、それであと、はい、するでなんて俺外人みたいな喋り方なんだけど、そういうような仕事をして、それであとフィリピンから日本にいろいろ人を、ね、あの来れるように、なんかそういうことをこれからしていきたい。よろしくお願いします。いい心してますね。この23歳でね、そういうこと考えてる、すごいよでしょ。すごいよでしょ。だって何考えてる、すごいでしょ。どうでもいい話しいいですか。本当になんで、はいはい、ローハンさんどうしたんですか今日は。今日いろいろあったんです。どうでもいい話しいいですか。はいはい、私今まで悩みがあって、今まで自分でも答えられないんですけど、うんうん、まあ、私日本で生まれてフィリピンで、なんだっけ、フィリピンで大人になりました。で、あの彼はフィリピンで生まれたけど、はい、途中で日本に来ました。で、実際今まで日本とフィリピンどっちがいいの、どっちで住みたいのって言われるんですけど、今まで答えられないんですよ、うん、どっちの方が住みたいですか。私は逆に質問ね。そう、逆にちょっと聞きたいです。なので、住みたいって言ったらフィリピンかなと思います。なぜかっていうと安いんですよね、文化が。でも仕事するんであれば日本がいいかなと思うんですよ。どうなの、現実的なこと考えたら、やっぱ日本でお金稼いで、そうですね、でやっぱフィリピンで家買ってビジネスして、はい、同じだ。でも心は僕フィリピンなんで、フィリピンで死ぬまではいたいなっていうのはあるんですけど。はっきりしてる。そこなんだよ、わかる。はっきりしてる。そこなの、やっぱりね、男にしてみればね、俺はまあいいや、俺はいいや、その話。俺は本当に頼んでくれた。こういうシーンが撮ってるやつ。ところで、ところちょっとお料理がもうお料理ところで。まあさ、あとさ、仕事頑張ってよね。はい、あの日本で活躍してるフィリピン人だから、今日ちょっとあえて呼んだね。いや頑張ってください。でもね、帝京高校でね、野球部で甲子園まで行ったら、もうこれは立派、すごいですよ。なかなかですよ ね絶対みんなが出てる。今1人か2人しかいないんだから、甲子園行けるやつは。はい、これそうですよね。本当になかなかですよ。本当に応援しますよ。どこ住んでたの。中野です。中野区だろ。中野区に多分3人ぐらいしかいないよ、甲子園。へ、学年でね、全部で言ったら中野区に怒られちゃうけど。その学年ではそんなもんだよな。そうですね、甲子園行くんです。じゃあ、じゃあママちょっとだんだん慣れてきたけど、すごいね、なんか喋ってる間にできちゃう、この料理コーナーね。すごい盛りきちゃった。できました。ああ、私ボランティアで、ボランティアで。あとこれママだから入れ。ちょっと私ボランティアで味見していいですか。はい、いいよいいよ、はい、ボランティアで、はい、ボランティアで味見しながらご飯食べていい。美味しいボランティア。あ、やばい、食べたい。ちょっと、あとスパイシーだけ、はい、爪楊枝とかあればね。箸とかあるよね、大使。ボランティアで味見したいです。これさ、ママ気になるんだけど、これいつ入れるの。ちょっと待ってください。ロンさん、多分ロンさん分かる。ましょう。あの、これ絵的に撮りたいんで、これ入れたやつ。そうですね。彩りの話で。それビューティーフードブランダーさんがいるんですね。もうできました。あのね、これで大丈夫ですね。あのね、ロンさん分かる。まあ、それも、あの、香りとして使うかもしれない。あの、肉がちょっと、箸ないですか。じゃあ、味見してあげます。お箸取りに行こう。私が味見してあげます。多分大丈夫と思うんで。箸ね、じゃあ今ね、ちょっと箸取り行ってるんで、まあまあ、あとさ、今とりあえず、はい、イベントなんかないの。あ、イベントはあの3月の20日、あのワコーパのあのなんだっけ、あ、オーディション、誰か歌手とか、うん、3年前はあのインターナショナルモデルナンバーワンだったわ、フィリピン人で、こっちのスタッフだったの。いつハリウッド行きますね、みんな。ここでやりますから、3月の20日から。どこで？エアワンです。あ、じゃあ3月の20日、もうあれ、もうすぐね、はい、ダブルコーパーですね。ゴーマヤ、ゴーマヤ、しょうがないから、みんなもテレ屋さんだから。じゃあマヤ、じゃあちょっと食べて。みんなテレ屋さんだから、はい、私が食べてあげます。ちょっと味してみて、もう味してるかな。ちょっとママ、これ入れないの、これ。これ入れた方がいいね。ロンさん、さっき言うかなと思ったんだけど、 それが香りとして入れてて、香りなの、これ。飾りがする、飾りがする。じゃあ、とりあえず入れて、こっち大丈夫。
あ、そういうもんね。あ、オッケーオッケー。もうできてるね。あくい。あくい。もうできてまーす。ないでお前熱いリアクションすごいね。それ今までいないよ。そうやって熱いよってこうやってリアクションする。熱すぎて踊りました。ね、で今日はえめっちゃうまそう。今度さやばい味見しながら踊って。あいいね。食レポもしますよ。食レポもね。あもうすごい。あのどうちょっとじゃあ宝くじ英語でちょっとこの味を表現して。オッケーです。オッケー、ちょっと待って、じゃあスイッチを。多分食べたことない人いるから、フィリピン人でも。かなりいい匂いします。あ、なるほど。一緒に炒めないんですね。あ、これ上に乗せるんだ。一緒に炒め、だから待ってってさっきから言ってもらう。俺は初めてじゃない。俺、蓋を開けた時にカメラでその開けてるわーっていう、そのリアクション撮りたかったの。なるほど。みんなで蓋を開けた時に、あ、うわーっていうのが撮りたかったんだけど、もう開けちゃったもんな、最初な。いや、美味しかった。マジで？もうご飯食べたい。ちょっと待って。できてましたイケド。名前なんつんだっけ、この料理の名前。イケド。イケド。はい、できてましたイケド。こんなイケド、初めて。これがイケドです。イケドです。ちょっとじゃあ食味して、あ食味じゃねえ味見か。あしょうがないなしょうがない食べよう食べようというか味見ちょっとで味見してください。俺持ってるから。俺持ってる。じゃあ食味で味見していいですか。いいな食べたい。いただきます。おいしいよ。食べてみてください。大丈夫。あ分かった。なんか食べたことある。うん、ないない。まあその味的にまあなんですかね、そのあマリネードのニンニクの甘みがすごく感じて最後に口に残ってることです。はい、じゃあ リバーもじゃあマヤどうぞ。ちょっと待って、これ猫舌なんじゃない。これ食レポ無理だな。食レポ無理だな。どうぞ頑張って。おいすぎて忘れちゃったー。なんだよだって味だよ。どういう感じ。ママこれあるのね。これはあります。これじゃああとさ、ヤハは今食べ放題またやってんでしょ。金曜日、土曜日と日曜日やってます。男と女で違うでしょ。同じで2000円です。あ、同じになったんだ。はい、同じになってます。これご飯食べたくなっちゃいます。それは、ね、それはご飯と後で本当マジでご飯買ってこいわ。ご飯行こう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 か。後で行こう。いやもう行く。今行く。いや今行ったら困る。今行くんだけど生ビールも美味しいです。あビール飲みたい。マジビール、ね、ロハとビール行こうよ。行こう行こう行こう。上で買ってきてじゃあ食べよう。オッケー。じゃあさ生ビール、まあまあ、はい、クラロ、はい、ママが食べてる。でしたありがとう。ありがとうございます。遊び来てね。でもまた卒業したからさ、うん、まあ応援して日本で、ね、お祝いで。もっともっともっと、はい、成功するようにみんな頑張ってください。お願いします。頑張ってください。はい、okay、ママも今日本当髪の毛の色もかっこよくなったね。本当ね。そうですね。いい感じ。今日は久しぶり。ママ若い。そうすごい若い。若いよじゃないけど若いよ。そういうこと。じゃあそういうことで、まああのね、秋ママのコーナーでした。またごちそうさまです。はい、ごちそうさまでした。美味しかったです。またよろしくお願いします。美味しい。じゃあみんなで食べて。Can't believe the end.
Pero na, buwan na mga puso para sa mahal ninyong pamilya, narito ang pag-ibig offer ng Asia Yao Show. Tiempo ng baboy na pang-adobo, sinigang, inihaw at marami pang iba na super mura na libre padala pa. Tuloy lang ang free delivery campaign. 5,000 yen worth of goods in retail price at one set international call card. Available lagi ang Magnolia Chicken, Maling, CDO products at Gina and Del Monte juices. Bisayang nasaba, green mangoes, papaya at mga ready-to-eat food. Sige na, order pa more. Dito lang yan sa Asia Yao Show, your one-stop Filipino shop.本当は今日マリアさんが真ん中で歌って、うちがバック本当ね、はい、マリア・クリスティーナが今日はあのちょっとオーディションで来れなくてね、はい、残念でしたけども、ね、まあ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 、はい、ママいらっしゃってください。ママ今ちょっとさ踊ってる間に食べたけど、はい、とても本当は私も踊りたかったね。もうとても本当ソーブラン、いや本当にもうご飯が食べたいやつ私は、ね、美味しかった。ちょうど踊って、ね、うん、ちょうど踊ってご飯もあり、はい、ビールもありで、やばい、もうちょ今日泊まっちゃおうかな、泊まっちゃおうかな、帰れるかな、いいですね。あ、もう先食べてる、お、先出せばよかった。こっち、こっち、こっち、来て、そのまま持ってきて、そのまま来て、いや、おかずも来てるし、いいじゃん、フィリピーノ、フィリピーノ、フィリピーノ、ピノヨネ、ピノイカシガオナ、hindi niya alam. わかんない。え、Tagalog できないの？ああ、大丈夫。Tagalog できないのって、そんなことね。本当ボケるよな。100% フィリピン人。ああ、だけど、フィリピン人だけど、あの、Tagalog の相撲できないの相撲いるから、半分日本人と。本当です、本当です。彼はね、彼はね、日本語うまい。あ、日本語うまい。まあ、一応そういうことでさ、じゃあ、あとさ、マヤ、じゃあ、はい、踊りとか、この間ね、誕生日のイベント、はい、ね、川崎でやって、はい、川崎すごく盛況でね、いっぱいもらった、プレゼント。いっぱいもらいました、しかもブランドついてるものばっかで、どうやって返そうかなと思って、すごいプレッシャーが感じてます。なるほどね、はい、じゃあ、とりあえずさ、そのブランドの袋に何か入れて返せばいいんだね。そうですね、袋だけシャネルで、中身はあのハンカチとか、そう、100円ショップのハンカチとか。格好つけてさ、今日はじゃあ、誕生日、家帰ってから開けてとか言ってさ、家帰って開けたら、なんだよ、こいつなと。100円ショップじゃん、気持ちいいだからね。うん、それ気持ちいいだからね。そうだよね、大切なのは気持ちですよ。これはおい、どう、美味しい？美味しい、サラッピー。これ、どうしたのこれ、今日のためにこう、オーダーしてきたの。ねえねえ、さっきそれ出して欲しかったんだけどね。さっきね、T シャツ着てほしい。あ、そう、寒くないよ、お前、俺暑いよ。もう暑い、ね、もうシンガポールに見た、暑い、寒い、暑い、寒かった。暑くなった。そんな辛いの？じゃあ、辛くない。まあまあ、今日も髪の毛すごく決まってますよ。ありがとうございます。ね、自分でやってる。ママアキらしく、毎回おしゃれにして。自分でやってる。なんかもうないから。ブレスもめちゃめちゃ可愛いんですよ、ママ。ありがとう。本当若い、ママ。まあ、ジュアンにはさ、もうラブラブで。まあねー、うん、すいません、頑張ります、リロ。あと、まゆみさんはさ、あの次、バゴス。バゴスで。食べたい。バゴス、魚で、あの、はい、フィリピンの料理で。よろしくお願いします。はい、します。今日はでも、マリア・クリスティーナいなかったけども、あの、なんか今日、テンション上げて、頑張って、一応、時間も45分押してやりまして、ちょうどね、この時間に終わりましたけど、まだ次回は4月20日です、はい、じゃあよろしくお願いします、はい、よろしくお願いします、またね、またね、さようなら、いらっしゃいます。